のかな。いやー、やっぱりマリオの格好っていいよね。テレテテレテトゥテイって感じだね。うん、いいね、最高。マリオの格好最高。いや、これね、俺が作ったんだよね、自分で。オリジナルのマリオ。どう、このマイデザインを使ってくるマリオの格好、完璧すぎるわ。いや、いいわ、本当に最高。あ、ダロガさん、ダロガさんじゃない、あ、キングさん。よう、おめえか。しかし元気だね、ダロガ。いやー、キングさんもマリオの T シャツじゃないですか。めっちゃいいよね、マリオ。そうだな、アヌキナ。いいよな、マリオ。かっこいいし、かわいいし、強いし、ヒゲだし、赤いし、青いし。いや、もういいです。わかりました、わかりました。わかりました。いや、ほんといいと思います。まあ、とりあえず、そのマリオの話でもしませんか？おしゃべりしよう。博物館で、ゴマダラ、紙切りを見てて思ったんだが。ちょっと待ってください。マリオの話、キングさん、マリオの話しませんか？ああ、マリオの話な。年を取ると虫を触るのが苦手になっちまうのはなんでなんだろうな。だから、マリオの話をするんちゃありませんか？マリオの話はしないんですね、キングさん。ああ、マリオの話か。うん、いや、マリオいいよね、ヒゲがいいよね、赤いし、ジャンプ力高いし、ファイヤー投げたりもするしね。いや、そうですよね。だから僕、マリオの格好してるんですよ。おお、いいじゃないか、アナケナ。その格好イケてるよ。まあ俺はどんな虫でも平気だけどな、だろが。だから最後噛み合ってないよね、話が。まあでもその手作りもいいけど、なんかお店に売ってたような気するけどな、マリオの格好。え、なんすかそれ、キングさん。ま、マジっすかそれ。いやいや、わかんないけどな。まあ見に行ってみたら。え、マジっすか、キングさん。ちょっと待って待って、売ってるってどういうことだ。え、どういうことどういうこと。お店って、もしかしてお店っつうとここだよね。わーわーわー、なんでこれ。ちょっと待って、俺これ、ちょっと待ってよ、マリオの服本当にあるの、この動物の森、あつ森で。本当にマリオの、マリオ、マリオ、ママリオ、ママ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 、マリオの服って本当に売ってんの。マジかよ、俺は知らなかったよ。こんな、ちょっと待って、なんかまあマイデザイン着てる俺ちょっと恥ずかしいんですけど。恥ずかしいじゃないか、これじゃ。恥ずかしくてしょうがないね。あー、どうしよう。じゃあこれせっかくなんで買わないと、急いで買わないと。お金、お金、お金、とにかくお金稼がないと。もう何でもいいや、木材とか集めるぞ。お金、お金、よし、お金になるもの全部拾っていくんだ。ちょうどいい、魚、魚、魚、結構高く売れるよね。頼む、お金がいるんだ。お金、お金ちゃん、お金ちゃんが欲しいんです。お金ちゃん、お金ちゃん、なかなか、なかなか釣れないよ。お金ちゃんください。急いで買いたいんです、マリオグッズが、マリオグッズが。お金、結構大物っぽいし、お願いします、釣らせてください、あなたを。あー、いた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 、だぞ。お金ください、お金ください。もうお金くださいになってますから。おいしいおいしい、餌がついてないから。餌はついてないけどお金になるから、君は。きた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 、お金、おかん、マジ釣れねー。よし、貝殻拾おう。貝殻、魚釣りがダメなら貝殻だ。貝殻もいっぱい取ればお金になるからね。よし、これもだ。ここで釣りをする。ちゃここで釣りしてもしょうがないだろ、魚いねえし。よし、とにかくだ、とにかくお金になるものをいっぱい拾うんだ。よし、これだ。果物ゲッチュー、果物、果物だよな、やっぱり。他にお金になりそうなやつ、できれば魚を釣りたかったんだが。よし、ヤシの実、なんでもいい、お金になるものをくれ。俺はマリオのグッズを集めたいんだ。よし、ちっちゃい、あれちっちゃい、ちっちゃいからお金ならない。小金だ、小金、いらない、お金が欲しいんだ。よし、これいいぞ、貝殻だ。イエーイ、フルーツいっぱい、フルーツいっぱい、いいぞ、フルーツはお金になる。よし、他にもないかな、やっぱり、やっぱり魚が釣りたい。ちっちゃいのじゃなくて大きい魚が釣りたいんだ俺は。オッケー、瓶拾っとこう。これはとりあえずもらって、オッケー。お金になるような魚を探しているのはこのアナケナです。お金が好きな金系な。
アニキナじゃねえおっと、お金になりそうな魚がいないな。うん、そうだな。どうしたんだ、タケル君。おー、アニキナ、部屋を片付けてたらいらないものが結構出てきてさ。もしかして、それ、俺にくれないか。今4つぐらい持ってるんだけど、どれか買ってくれないか。ならね。いや、今お金が欲しいから買うって言われてもな、お金にならないよね。それ逆にお金払うんか。何があるの。買ってくれるのか。じゃあさ、全身タイツを784ベルでどうかな。ならね。ちょっとたけるくんのね、お願いだし買っちゃうよ。うん、買う。よし、決まりだな。はい、どうぞ。はい、これだよ、全身タイツ。これでようやく部屋の中で思いっきり筋トレできる気がするよ。ならね。全身タイツがなくなったぐらいで筋トレスペースは変わらないだろ。いやー、よかったね、タケル君。お金欲しいのになんで俺買ってんだよ、全身タイツ。じゃじゃーん。いや、それじゃない、これが欲しいんじゃない。俺、マリオの格好が欲しいのに。何やってんだよ俺。仕方ないよね。でもタケル君のお願いだったし、とにかくお金を稼がないと。お金、おっと、ようやくだ、ようやく見つけたぞ。おっきい魚、来い。さあ来い、お金だ、お金を釣り上げた。やったぜ鈴木。まあいいんじゃない、とにかくだ、お金を稼ぐぞ、お金を稼ぐんだ。ということで、マリオの服をゲッチュー。というか、もうマリオどころじゃないぞ、たくさんのマリオアイテムをゲッチューしたんだ。いやー、しかしこんなにマリオグッズがいっぱい出てたなんて最高じゃないか。これもう最高、最高すぎるよ。マリオグッズ最高じゃないか。やばいねこれ、絶対カルちゃんに見せに行きたいよね。よーし、カルちゃんのところに行くぞ。このマリオグッズ、マリオの服を着てカルちゃんの幸せ島に行くんだ。よーし、着いたぞ、カルちゃんの幸せ島に。早速このマリオを自慢するんだ。カルちゃん、おお、どうだよ、見て見て、これどう、これ見て、すごい、マイデザインで作ったマリオじゃないんだよ、本物のマリオだぜ。やれやれ、うんうん、知らなかったの。売ってたんだよこれ。いつ気づいたそれ。え、これ売ってたの知ってたの。知ってるよとんでもないぐらいびっくりしたんだけどね、ボクちん。じゃあ私も持ってるから着替えようか。持ってる？え、何持ってるの？ちょっと待っててね。何を持っているの？ウェイ！ウェイ！ウェイ！音が違うよね。もしかして？もしかして？てててん。それってもしかしてピーチ姫？いや、でもちょっと違うな。ピーチ姫じゃなくてキノピコの帽子かぶってるよ。うん、キノピーチー、どっしゃー、ナイスキノピーチーこのキノピコの帽子、あのマイデザインだよ。確かに、いやー、いいね、あえてピーチ姫じゃなくてキノピーチで行くところがいいね、カルちゃん。イエイイエイ、完璧でござるいやー、せっかくね、幸せ島に遊びに来たんだけど、うん、やっぱり知ってたんだね、カルちゃんは。イエーイ、さすがカルちゃん。でも、情報早いね。ゲームに続いてよかったね。すごいね、それ何、キノピーチビーム違うわー、何言ってんのよ。キノピーチ、ピチピチビームみたいな感じだったよはいはい、すいませんいやー、ブラボーだね、その格好。キノピーチだぜ。みんな知ってるかい、キノピコがピーチ姫のような格好になることを。キノピーチ、ニュースーパーマリオブラザーズ、ニューデラックス、遊んでみてね。うん、いやー、いいね、やっぱりマリオのグッズはいいよね。公式で出るなって本当に思ってなかったから、すっげえ嬉しいよね。うん、あ、そういえば、なになに、私もそのグッズをだいたい集めて、あの、いろいろ置いてみたから来てよ。マジで見たい見たい。こっちこっち、どこどこ、どっちどっち。あとね、ついでにね、言っとくけど、お家の場所変えたよお家の場所も変えたの、どっしゃー、ここだと思うじゃん、ほら場所変えたから。おー、幸せ島進化してます
花島になってる、ここが。うん、で、私の家はこっち、こっち。場所まで変えてるの、すごいね。あ、海の近くにしたんだね。うん、もしかしてあれ、うん、あのピンク色のやつ。そうだよ。おお、いいね。なんかキノピコの家っぽいじゃん。まさにキノピコの家だね。お花があんまりなくて寂しい。いや、いいね。でもピンクで統一されてるこのキノピコの家、まあいいじゃないですか。キノピーチの家だね。あの奥に見えるのは何でしょう。なんだあれ、ゴール旗じゃないか。イエーイ、見たい見たい。おお、いいね。やっぱり出ました。こっちから来ちゃった。マリオの土管入っていいよグッズです。土管入っていいよ、土管に入っていいよ。トゥトゥトゥ、どこに行くんだろう、どこに行くんだろう。ドゥ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 、うわーすごいじゃん。こっちにもグッズがあるじゃん。そうだよ、すごい。マリオグッズいっぱい買ってるじゃん。おりゃ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 、やるね。カルちゃんもやっぱりマリオはいいよね。おりゃおりゃ、最高だよ本当に。ファイヤー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 、すごいすごい。これどうすん、危ないやつだね。ファイヤーファイヤーファ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 イヤー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 のこ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 のまあまだね、コインはいただいた。2つなんでね、コインはいただいた。なに、俺もいただいた。はい、こい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 。次は私のお部屋見てくれない。すっごいね、ピンク色でできたあの家ということは、キノピコの、いや、ちょっと寝てる場合じゃないでしょう。寝てる場合ではないでしょう。じゃあ、ここで寝そべってみて、気持ちいいよ。マリオといえば、寝てるよね。ん、寝てマリオ。違うでしょ。キノピコの家を作ったんだよね。見せてくれよキノピコの家。入れますね。一人ずつです。今押したら入れる。お邪魔しやす。うわお、まさにキノピコの家。キノピーチとでも言えるけど、キノピコの家だね。てだね。マジでいい感じじゃないか。ピンク色で統一されたこの家具たち、家具家具たち、いいね。やっぱりキノコがあるだけでマリオの雰囲気バッチリだね。最高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 。じゃあ、あのキノコをして、私スター押すから。了解。せーの、とりゃとりゃとりゃ、どっちなんだ、無敵なんだか、でかいんだか。いや、いいね、ピンクで統一されてるからかなり綺麗に統一されてる。ずっと押すとたまにニャーという。いや、でもね、カルちゃん、実はね、マジで、うん、もしかして、猫マリオ。ベル取ったのか、ベル。いや、いいね。いや、実はね、カルちゃん、はい、俺の遊ぶ島もマリオグッズで埋め尽くしてるんだ。埋め尽くしてるわけじゃないけどね、埋め尽くすほど買ってはないけど、いっぱい並べてるんだ。へー、遊びに来ないかい。くるくる回ってるね。くる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 回ってるね。くるからかい。くるからくるくる回ってるのかい。くる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 回る。ジュエムの上でくるくる回る。どうしたの、いきなり勉強しだしたの。どうしたのどうしたのどうしたんだい。本が面白い。本にたたえます。勉強中です。あれだね、マリオの勉強だね。ん。じゃあ、とにかく俺ん家に来てくれよ。はいはい。よし、到着したな、遊ぶ島。うん、こっちだよ、カルちゃん、こっちこっち。そうなの。そうだよ、俺ん家の前だ、俺ん家の前。さあ、こっちだ、こっち、遊ぶ島。ほら、見て、遊ぶ島も大改造計画。ドドン。いいでしょ。そしてね、外観もこういう感じで頑張ったんだけど、私ん家。これをなんとマリオの家にしました。私マリオの家です。私の、いやいや、マリオの家です。マリオの家になりました。マンマミア、マリオの家です。え、俺様はワルオ。そう、俺様はマリオ様大好き人間なんだよね。だからいたずらが大好きなんだよ。
まさにワリオ様の生まれ変わりと言ってもいいだろうね、このワルオさん、ワルオさん。ちょうどあそこにマリオとピーチ、ピーチ？ピーチじゃない、キノピーチの格好した二人がいるな。なんかいたずらしたくなっちゃうよね。だってなんつったって俺ワリオだしね。いや、ワルオなんですけどね。ワリオだしね。どうしようかな、どんないたずらしようかな、どうしようかな、どうしようかな。いたずら、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 わーたったいたずら、いたずらしたいな。さっき何言ってんの、いたずらしたいな、うるさいんですけど。なんだこの人。いやいや、なんだって、なんだって、すごいワリオの格好してるじゃんそれ。ちょちょ、ワリオじゃないよ俺、ワルオって言うんだよね。ワルオくんか、そうなの、なんかすっごい、バイバイ。いやいやいや、そんな、バイバイ。なんだあれ、ワリオの格好したワリオだって、ややこしい格好。ややこしい格好してるね。なんだカルちゃんな、本当にもう。それよりもこっちの部屋にいいもんがあるんだよね。うんうん、あ、ちょっと待って、その前にこっちに来て。光行くぞ。よし、ある二人がどっかに来たぞ。今のうち、ちゃ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 。よし、あの二人がどっか行ったぞ。今のちゃ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 。よし、あの二人がどっか行ったぞ。今のちゃ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 。なんださっきからあいつ、ワルオって言ってるけど完全にワリオだよなあれ。何を考えてるんだ本当に。いたずらとか言ってるけどいたずらするわけじゃないよねきっと。あ、ちょっとこっち来て、カルちゃん。本当に、なんだよあの二人一体。痛い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 。行ったり来たりしすぎじゃないですかね、ヤマさん。あっちに行かないのか。え、なあ、あっちに行くんだろ、ほら、あっちに行きなよ。俺何もしないから、いたずらとかしないし。俺ワリオさんと違うから、ワルオなんで全然違うし。じゃあなんで何回もこっち来んだよ。いや、ワリオの格好見せたいだけだよ。どうだ、かっこいいだろ。え、どうだ、かっこいいだろ。だからあっち行けよ。ワリオがあっち行きなさい。あなたがあっち行きなさい。何してんだよさっきから。バイバイ、バイバイ、バイバイ。何してんだ、止めた、止めた。とりあえずあっちだよ、カルちゃん、こっち、こっち、こっち。あ、こっちだ。あ、こっちでしょ。まったく、なんだよ、さっき言った。いやだよ、まだいるよね、まだいるよね。いや、このゴールフォトいいよね、ゴールフォトいいよね。うーん、うーん、うーん、違うんだよ、さっきから。なんだよ。あっち行ってて。だから何してんだ、人んちの前でぐるぐるぐる。そんな待ってたら怪しいに決まってるだろ。じゃあ気のせいだ、気にするな。俺様のことは気にして、俺様とか言っちゃったよ。ワリオになりきってる俺、かっこいい。ワリオかっこいい。かっこよくない。なんだよ、ワリオ好きすぎな人だったのか。よかったね、ワリオのコスチュームがあってな、カルちゃん。ただのオタクで。本当に、行こう、こっちこっち。こっちじゃないでしょ、こっちでしょ。最初に行ったのこっちだったじゃん。こっちだっけ。なんで忘れてたよ。本当にもう行ったり来たりして、まだいるよ。誰もいなくなったよ。ちゃちゃちゃ、違う、じゃあまた来てるよ。もう後ろに縁ないのがいるよ。よし、いたずら結構だ。見てる。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。なんださっきからもう。行こう、こっちこっち。はいはい、入ろう入ろう。そうだね、じゃあ振ってみて。さあ行ってみよう、マリオの家。なんでレッツゴー。はい、マリオの床と壁がビーてて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 て。はい、何にもありません、ありませんよ、何もありません、ありませんよ。はい、じゃあ左と右からどっちから行け。じゃあ右、右、右に行きます。ピッピー。何これ。はい、どうだい。特にどうだいってわけじゃないんだが、マリオのグッズを置いたキノコをイメージしてる一面って感じ。一面海じゃん。一面的な感じです。海じゃん。さっきカルちゃんの家にもあったキノコもあるしね、撮れないけど。カメラモードで撮れないけど。そうだね。やっぱこのブロックがあるだけでさ、すっごいマリオっぽくなるね。確かに。
コインとブロックとキノコ、そしてハテナブロックもあるからね。一番マリオっぽくなるのはマリオの服なんじゃない？そうだね、俺だね。ペペペペペレペプレイ。いやマリオ最高。ビーバー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 マリオ顔がかぶってるビーバー、すごいね。いやいいでしょ、マリオっぽさが全開に出るんだこんだけで。まあ私の家なんだけど。まあまあいいじゃないか、ここもうマリオの家なんだから。じゃあ次、次は左に行ってみて。はいはい、左、左、左は何か、左か何か。なんだろう。おデレデレデレ、なんでベタン、デレデレデレ。ここはそう、まさに1の2って感じだろ。うん、土管を入った地下だよ、地下。あ、地下をイメージした部屋です。あくまでも部屋なんで、ソファーも置いてます、部屋ですからね。この土管は何？その土管に入ると さっきほら家の前にあった土管があるじゃん、あそこに出るんだよ。うん、そうだよ、まだ入らないで。でもほら地下っぽいでしょ。うん、デレデレデレって感じだよ。やっぱファイヤーとかあるよねあそこはね、地下はね、スターとかあるよね。うん、レンガブロックはちょっと色が違うけどね、でもこれしかないんだもん、仕方ないよね。ということでビーバーということですよ。じゃあまだあるんだよ他にも、あと1個だけ部屋があるんだ。あ、そうなの。真ん中の部屋だよ、行きましょう。次ここ、さあ真ん中の部屋にレッツゴー、マンマミーヤー。はーい、え、ちょっと待って、いやこの部屋あのいい、ね、このレンガの上に、あれなくなってる、やばい。カルちゃん、ここ実はワンナップ部屋だったんだよ。俺ここのレンガの上にワンナップを3つ置いてたのに、えなくなってる、全部なくなってる。なんでなんでなんでだよ、どうしてだどうしてだ、なんでないの。とにかく一回土管に入ろう、土管に入ろう。土管に入ろう、土管に入ろう、土管に入ろう、トゥントゥントゥン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 、土管に入ろう、土管に入ろう、土管に入ろう、土管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 、バイバイ、土管。はい、土管から出てきたら外だよ、一気に来るんだよ。そうだよ、便利でしょ。でもどうしよう、俺のワンナップキノコが3つ盗まれてる。あなた、盗んでませんか？たけるくん知らないかい？ああ、お、マリオの格好かわいいな。うわ、それはキノピーチか、やるね、ならね。いや、ちゃ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 、たけるくん、僕のワンナップキノコ知らないかな、部屋に置いてたはずなんだけど。なんだワンナップキノコって、うまいのかそのキノコ。うまかったら欲しいけど、うまくなかったら欲しくないしな、俺興味ないからね、ならね。そうなの、興味ないからいいか、どうしよう、どこ行ったんだろう。ちょっと先生のキャンプ場がさ、家になってる。ほんとだ、マリオキャンプできなくなってる。キャンプ先生、キャンプやめたんだ。もうめんどくさかったじゃないな。でも今度からもうマリオ家キャンプになるなこれ。まあそれはどうでもいいんだけど、どこ行ったんだろうワンナップキノコ。カルちゃんやばい、どうしよう、ワンナップキノコが、ワンナップキノコが。なになになに、いきなりワンプ、びっくりびっくり、絶対あいつが怪しい、絶対あいつが怪しいよ。あのベアードさんが怪しい、いや違う違う違う、あのワリオの格好したやつが怪しい。なんだよ、どうしたんだ二人とも。さっきいたずらしようって言ってただろ、このワルオくん。いやー、俺何にもしてないけどな、どうしたんだ二人とも、慌てちゃってよ。明らかに怪しい、完全に捕まってるんですけど。盗んだだろ。いや俺関係ねえし、絶対知らねえし、俺何にもしてねえし、ワンナップキノコとか知らねえし。今ワンナップキノコって言ったな、どうしてワンナップキノコだって分かったんだ。うわー、やっちまったよ、わ悪音したことが飛んだ、ドジへまったぞ、どうしようっていうか逃げるぞ。じゃあねー、俺がワンナップキノコ盗んだなんて、そんなことは口が裂けても言えないっちゅうな。盗んだって、めっちゃ言っていったぞ、めっちゃ言っていった、しかもめっちゃ逃げてったな。なんだ悪音。全然ダメだ、追いかけても追いかけても逃げ足早すぎるよ。どうするよカルちゃん、カルちゃんもいねえ、カルちゃんもいねえ。
いやー、しかしカルちゃん足早いね。だろ、カルちゃん足早いんだよ。ってお前悪王じゃないか。いや、待てー、歩こう。待てー、うわー、どっち、うわー、どっち、どっち、どっち、待てー。悪王どっちに行った。悪王ってこっち、ここいるわ。うわー、なんで逆なんだよ。ワルオが全然捕まらない。どこ行った？だからここいるわって。オッケー。なんでそっち行くんだよ。もう全然チャンス。やばい。あいつ逃げ足めちゃくちゃ速いじゃないか、ワルオ。確かに速いカロ。とにかくだ。ちょっと作戦がある。うん、あの土管を使った作戦だ。うん、土管におびき寄せて捕まえるんだよ。ということでカルちゃんの部屋にある土管を取ってきて、マリオの部屋にある土管を取るんだ。カルちゃんでしょ。マリオです。カルちゃん。土管、土管。取るよ。よし、その土管を取るんだ。とにかくその土管を使ってやつをおびき出す。うん、こっちだ、カルちゃん。はいはい。どこがいいかな。あいつ逃げ足が速いからな。とにかくマリオグッズがあるところにはすぐ来るから、あそこら辺に仕掛けをするんだ。近くがいいな、近くが良かったな。そうなの？どこにする？どこにする？割と近くでいいよね。うん、よし、ここら辺でいいでしょう。こ、そこに土管を置いてくれるかな。じゃあ置くよ。 OK、 よし、いいぞ。そして俺の秘策だ。やつをおびき出したら、ここに仕掛けをしておく。わお。見えない顔が。近っ。大ごと。よし、カルちゃん。あとはここであのワルオを待つんだ。ワルオはきっとこのマリオのアイテムに興味津々。大好き大好き大好きすぎるからね。ワリオが神みたいに思っているぐらいワリオを信者だから。とにかくこの土管に入ると思う、俺の予測では。わかった。よし、隠れよう。こっちだ。いや、こっち。どっちがいい？どっちどっち？え、こっち？こっちか？そこ見える？見える見える。どっち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 ？こっちこっち。案内してる人が迷うんじゃないよ。え、俺様の逃げ足にはさすがにかなわなかったみたいだな。いやー、本当にワンナップギノクは最高だぜ。俺はマリオ大好きで、マリオじゃねえ、マリオが好きなんで。なんか言ったか？いや、何も言ってねえよ。なんだよ、タケルくん。じゃあね。本当にびっくりさせんじゃねえ。まあいいや。いや、本当にこの集まりでマリオグッズが出るなんてな。しかもこのワリオ様の格好まで出るなんて、もう最高じゃないか。カルちゃん、やっぱり来てる。あのワルオが来てるぞ。ワルオ、うわー、やっべー、マジ来てんな。よし、土管に入んぞ。土管に入ればワープするの知ってたか。じゃあね、ワルオ様だぜ。バイバイ。わー、うー、よし、土管に入ったよ、カルちゃん。今だ、この土管を取ればもうあっちの土管から帰ってこれない。うん、急げ。うわー、なんだここ、とんでもねドッスンだらけじゃねえか。出れねえ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 。ちょっと出るな。押さえとけないんだ。で、出れねえ。あー、しまった。どー、しまった。わかった。まあいい、土管に入ればいいだけのことだ。じゃあねー。じゃあ、その土管はもう向こうに行く土管はない。なんだって。じゃあ俺様捕まってことってことことことかい、ことこと言い過ぎたこと。というわけだ、ドッスンの罠にはまったってわけだよ。さあ、ワンラップキノコは返してもらうぞ。分かったよ。ごめんな、いたずらしちまって。ワリオさんの格好になったからついつい悪オなことをしてしまったよ。てか、お前、どっちだ。俺悪オ、俺が悪オで悪オ、もうわかんねえや。もうわかんねえでいいや。いや、違うだろ。お前、名前を変えるな。わかんねえじゃなくて、ワルオだろ。何を言ってるんだ。どういうことだ、わかんねえ。なんだこの絵。ビッカーに言うんだよ。とにかく、ワンナップキノクは返してもらうからな。ああ、もちろんだ。すまねえ。
これこれこれだよカルちゃん、ワンナップキノコ、これでワンナップベアの完成だ。わお、本当になんてことしてくれるんだよワリオ、ワルオ、わかんねえか。でもいやわかんねえいやだって俺様もワンナップキノコ好きだしな。うん、いいよなマリオのグッズ、本当にすまねえすまねえ。あなたの趣味の方がわかんねえいや本当にマリオグッズが出てくれて嬉しいよ、これでマリオの世界観をこのあつ森で楽しめる。あなたは警察に連絡しておくからね。そうだぞ、本当にマリオ泥棒ならずマリオ泥棒だな。では、はい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 、あー押すなよピンボケピンボケでは、さよならはい、これで分かんないでしょ。はい、隠したもうマリオは見えますいやいるんかい。しかしワンナップキノコって美味しいのかな。くそ食べるところがかわいそうだよはい、ということで今回は集まれ動物の森でマリオのアイテムが出たんでね、マリオとキノピコの家をやってみました。キノピコですよ、これキノピーチにしてます。ピーチ姫じゃなくてキノピコです。カルちゃんはキノピコが大好きなんだ、ということでピーチ姫の格好してますがキノピーチです。マリオのグッズちゃんとしたものが出て嬉しいよ、本当にね。マリオの格好をね自分らで作ったぐらいですから私たちはね、大変だった ね大変だったけど本物が出ると嬉しいね、テンション上がるよ本当に。いいね、キノコのアイテムは本当嬉しい。そしてレンガブロックとかもかなりいい感じなんで、皆さんも手に入れてマリオの世界観で遊んでみてください。それじゃあ今回は以上です。この動画が面白かったらグッドボタン押してね、チャンネル登録もよろしくね。他にもたくさん動画があるんで見てください。見てね。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイ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 アナキンは